つの間にか寝ちゃったんです探しちゃったんですか？あんまり怒っちゃ嫌です。さあ行きましょう。リリスお日様大好き、晴れてよかった。ソフトクリーム屋さんだ。誘ってくれたお礼にごちそうするです。食べよ食べよ。とっても美味しいです。次はプールに行くです。今日のために水着買っちゃったです。ありがとうございます。ピコリ、今日はリリスと遊んでくれてありがとうです。とっても楽しくってあっという間に一日が終わっちゃいました。また遊ぼうねリリス。ですね、持つパワーっていうのがありますよね。セリフの持つパワーっていうのがあります。でこれで、SE とかのパワーもありますよね。これの、うまく混ざった時のアンサンブルの、持つそれこそなんか難情にもなるパワーっていうのを感じていただけたらと思います。悲しいのとか嬉しいのとか面白いのとかそういうのを感じていただけたらよかったなと思います。難しいことは抜きにして10位から4位まで一気に発表します。アロハオエだけど
れたのチャチャさん、どうしたんだろう。お父さん、文句を言わないようにみんなが勝手に決めたんだから。とにかく赤ずきんチャチャ歌って歌ってベスト10でした。父ちゃんや母ちゃんのことを考えてるんだだろうな。今日は なんと感動のアフレコ現場に潜入だ。最終回のアフレコということもあって音響監督の田中さんも切ってもらってればね、なんとか合わせられると思いますから。はい、よろしい。はい、そのスイッチに触らなければいいじゃないですか。いつもより厳しいし、声優のみんなも手分けして探しましょう。思っていたら大間違いだ。そうね、お腹すいた。今、赤ずきんちゃちゃの最終回のアフレコ現場に来ています。レポーターはちゃちゃこと鈴木まさみです。しーねちゃんの日高のりこさんがすやすやと寝ておりますね。さすが大御所、最終回でも堂々としています。今日はなんだか靴紐を踏んで転んでしまったそうで、ちょっと痛々しいです。あ、おはようございます。モーニー。爽やかですね。やっこちゃんの声が何やらなんか聞こえるんですが、やっこちゃんは痛い、あそこに、あそこにやっこちゃんがいますね。じゃあちょっと行ってみましょうか。おーどうもね、やっこちゃん、どうも。やばい、逃げろ。キャラクターと全く変わりのないやっこちゃんでございます。あ、あんなところにマリンちゃんが。さあ、もう私お腹空いちゃってダメなの。いつもアフレコ現場で一番にお腹が鳴っちゃってみんなに笑われるの。でもこれは本当の話。なんかすんごい顔から想像できないぐらいすごい音がするんです。本当なんですよ。今日のアフレコーナー。あ、おむすびトリオのリーダーだ。すいません、びっくりさせちゃって。富永美奈です。おむすびトリオというのはマリンちゃんとやっこちゃんとまさみちゃちゃのことを言います。なぜおむすびトリオっていうのかっていうと、おりん役の並木がおむすびを作ってきたんですね。その時に居残りをさせられた3人がそのおむすびを食べながら頑張った。そこからおむすびトリオってなったわけです。そうよね。その通りです。お、あそこにいるのは並木さんじゃないですか。このメンバーの中では唯一まともな。なんじゃありゃ、セラビー先生なんとかしろ。マリン、マリリン、マリマリリン。こんなんばっか。はい、でもラストシーンの本番になるとみんなの表情も変わってきて。お願いします。お願いします。お願いします。ひと休みね。はい、待ってました。ここからは実際の放送されたラストシーンと合わせて見てみましょう。そうそう、ネバーエンディングストーリーってやつですね。ネバネバ。はいはい、まあいっか。はい、オッケー、お疲れ様でした。このあとずっと握手握手の嵐。最後の OK をもらって嬉しいんだけど、ちょっと物悲しいような、私にとっては長くて短い出来事でした。チャチャには個性の強いキャラクターがいつも登場してました。私たちで決めたゲストキャラベスト3。あなたたち第3位は16話に登場したこの女。え、どの子がマリン。あら、あなた。ん、あ
海坊主って人の知り合いじゃない？まあ、海坊主は私の兄よ。よくわかったわね。誰だってわかるわよ。そして私の名は海坊子。海坊子。第2位はちっちゃいおりんちゃんのちっちゃいおじいちゃん翔之助。どこ投げてんだ。おきゅうなれ。こんなのありかよ。ありかい。じゃん、これで最後でござるな。いや、なんとかしろよ。なこと言ったって。諦めろ。覚悟。腰が大丈夫おじいちゃん。ねえ、1位は病気がとっても怖い火山だ。怒ってるみたい。なんでしょう、これなんでしょう。私すっごく怖い。火山だ。ファイラー潰すな。起こされるの嫌いだぞ。だってよ。以上、ゲストキャラベスト3でした。最終回のアフレコも無事に終え、打ち上げパーティーがその日開催されました。遊びとなると生き生きしてくるスタッフと出演者たち。みんな食いました。三ツ矢さん、そんなこと言うとみんなが信じるでしょ。そしてひたすら食べるツーショット。これはおりんちゃん、行儀よく食べましょうね。あ、違う。あ、垂れる。鈴木まさみ、カニ座の大型。アフレコ現場で華麗に踊る姿を見た日高のり子さん、なんと踊る声優と名付けられちゃいました。そんな姿をお見せできないのは誠に申し訳ない。私は初めてのアニメで、しかも初めて主役ということで、本当にすごく緊張してどうなるんだろうと思ってたんですけど、楽しいキャラクターや楽しい方たちに囲まれて本当に幸せにやってこれました。思い出に残っている場面はやっぱりみんなで力を合わせて大魔王を倒した場面です。なんかすごくあの台本はいただいて読んだ時にもちょっと泣いてしまったぐらい感動的で、すごく印象に残ってます。なんでこんなに盛り上がってるかって言いますと、温泉旅行がかかっているから。30秒以内にチャチャを飛ばせなきゃ失格。一番早い人が優勝というこのゲームこそ。早く逃げなきゃ。確認してじゃん。出してしまった。おりんちゃんは自分まで飛ばされそうなリアクション。ラスカル先生失格スレスレのこのタイム。での名場面っていうのは本当に数多くあるんですけれども、まあ、今回私はリリア君とのコンビということで、注目して、まあ、声優初挑戦の香取君と初めて気持ちが通じたなと思ったのが、チャチャが死んでしまったのではないかって思ったシーンだったんですね。でその時にシーネちゃんとリリアが涙を目にためながらチャチャーと叫んだシーン、あれが特に私は印象に残っています。
でも東大で見ると、まあ、私なんかだと本当に何でも OK の思いっきり遊ばせていただけた番組だったので自分の中に今あるものは全部出し切ったなというような感じです。ふりこお姉さんありがとうございました。仕事より真剣な顔、ルーレットの数字を掛け算するんだけど、意外と難しいんだこれが。今見てもらっているのはまともな例、点数の出る人が少ないので優勝候補が絞られてきました。でも中には商品に目がくらんで、3発入ったことあります。私も分かんなかった。まさみちゃんの場合さ、あれだよね、寝起きがちょっと悪い時ってすぐ顔に出てるよね、うん、今日なんかさ、松野さんにさ、柿の種みたいな目してるよって、台本に絵描かれてたよね、松野さんの台本にね。 あれでもなんか似てた。そうだよね。でみんなが言うんだけど、チャチャの雰囲気は違うっていうの、うん、どんななんか家族的だって言うんだよ。ああ。でも自慢できるのが、うん、なんて言ったってバースデーかな。そうだよね。あれはいいよね。あたいと、うん、のりちゃんと日高のり子さんの時一等最初だった。そうなのね。それでさ、うん、私たちだけなんだよね。ケーキに名前を書いちゃったんだよ。知ってる知ってる。ちゃんとね、そう、名前と役名を。シーナのり子。シーナ、日高のり子。あ、ケーキちゃん。シーネのり子。で、オリンのり子。まゆみやっこ。嬉しい。写真撮っちゃったもんね。でも私たちも食べたもん。あのケーキでしょ、うん、そう、私写真ちゃんと残ってるもん。いつも楽しい現場でした。みんなありがとう。録音を終わってこの会場に来たわけなんですけどもね、1年半チャチャというキャラクターとお付き合いして、本当にまあチャチャ漬けというか、をつけるとお茶茶漬けになっちゃいますけどもね、茶茶漬けというか茶茶三昧と言いますか、おじちゃん難しい言葉知ってるでしょ。三に味に似た言葉書いて三昧というものよ。茶茶三昧というか、そういった生活をまあ1年半送って、またく三ツ矢さんのくだらないギャグで感動の涙を流す暇がなかったわ。でも茶茶のラストシーンも笑って終わってたから、私たちもこんなラストでいいのかもしれませんね。作品を見て、気持ちよくなれれば、明るい気持ちになれればということで、そういう方向になんとか持っていくようにしました。まあ、とにかく作品に恵まれたってことと、もうひたすら楽しくできたっていうことで、もう1年半最高に良かったです。私たちを支えてくれたスタッフの皆様、どうもありがとうございました。と言いながらも、実は今、チャチャのオリジナルビデオをスタッフ、キャスト一同大騒ぎで制作中です。あのチャチャのメンバーが大暴れするよ。これを見逃すとチャチャフリークとは言えないぞ。さらに11月には LD ボックス第3弾も出るので、合わせて買ってね。絶対だよ。テレビの前で1年半の間チャチャを応援してくれた皆さん、本当にどうもありがとう。これからもチャチャがみんなの心の中で愛と勇気と希望の旅を続けてくれれば、きっと明るい明日が見えてくるはず。だから元気にさよならだね。今度はオリジナルビデオで会いましょう。
これがナイスのパートナーマルチメディアインターフェースオルカのナビ。メイ、これとは何ですか。これとはもっと他に言い方ありません。ああ、もういいじゃない、そんなこと。うるさいんだから。今度は歌にも挑戦ってわけでレッスン頑張ってるんだろ。ちょっとドキドキだけど、ファーストコンサートノリノリの楽しいステージにするから、みんな絶対見に来てよね。だよね。ナビ、ターゲットは？まだ捕捉できません。もしかすると活動停止してエネルギー反応を。わあ、反応があります。どこ？下です。いや、ごめん。エナマルフォーク、宇宙探偵ハイパーレイ。して今日も宇宙の平和は守られた。だがこれは大宇宙の神秘のほんの一端に過ぎない。行け、戦え、宇宙探偵ハイパーメイ。メイちゃん、お疲れ。よかったよ。よかった。もう一回なんて言われたら僕死んじゃうよ。いやー、グッドグッド。今回も最高だよ、メイちゃん。ナビもですね。おお、もちろんだよ、ナビ。君は最高のオルカさ。と、いつも言っていただいてる割には、ご褒美がないんですよね。おっと、これはしまったな。じゃあ、これから食事でもどうかな。代官山に面白い店を見つけたんだ。ラッキー。ダメですよ、メイ。私たちはすぐにコンサートのリハーサルに行かなくて。だってこのあと2時間くらいはオフのはずだよ。メイ、今日何回 NG 出したか知ってます？14回ですよ。そんな時間とっくに潰れて、すでに7分と23秒押してます。何よ、そのうちの3回はナビの NG じゃない。ほら、さっさと着替えて。食事は移動しながら、おにぎりでもどうぞ。ふっ、ではそういうわけですので。さ、メイ。はいはい、わかりました。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様。お食事は次の鳥の時に連れてってくださいね。夜が更けて傘を差す高層ビルの街、
べると太りますよ。衣装が入らなくなっても知りませんから。僕が太らない体質だって知ってるくせに、そんな脅しは聞きませんよーだ。じゃあさ、終わったら行ってみない？賛成、行こう行こう。はるかさん、はるかよ。あら、めいちゃん、コンサートのリハーサル大変ね、頑張ってる？はい、そりゃもう。ナビちゃんも今度は歌と踊りで大変ね。はい。ナビは別にね、コンピューターですから大変ってことは。私は独立学習型コンピューターです。歌だって踊りだって覚えるのはそれなりに大変なんですから。何よ、いつもはプロトタイプの最高性能だって自慢してるくせに。ちょうどいいわ、紹介しましょう。今日のライブオンステージでデビューするの、ライスボールよ。ライスボール？でもライブオンでデビューなんて。こないだ社長が言ってましたね。かなり力を入れてる新人さんだとか。メイ覚えてませんか？元子さんなんかかなりむくれてましたけど。まさみでーす。たまでーす。まゆみでーす。ライスボールよろしくお願いします。は、はい。さ、あなたたちのパートナーも紹介してあげなくっちゃ。はい。この3人はあなたに続く愚かを持ったアイドルとして売り出すの。先輩としてよろしくね。梅です。シャケです。岡田です。よろしくお願いします。ライスボール、おにぎりね。この子たちの愚かはいわば市販品の第一号ってところね。プロトタイプのナビちゃんほどじゃないけど、なかなかの性能よ。妖精ですね、まるで。今に町のあちこちでこんな光景が見られるようになるね。こりゃ負けてらんないわよ、ナビ。僕たちも頑張らなくちゃ。はい。終わった終わった。ラン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 な。痴漢ね。スタジオに忍び込んで電子ロックまで外すなんて。そうまでしてメイの裸が見たかったわけ？ともかくこのままってわけにはいかないわ。警察に突き出してやる。いや、その僕、メイさんのシャワーを覗くつもりなんかは。でも、見たんでしょ？僕の。いや、一応。それとも、
こっちが目的だったってわけ？どっちにしろ警察行きよ。ああ、違います。これは何かの間違いで。しっかり握っていながら往生際が悪いわよ。ナビ、警察に連絡しなさい。いえ、本当に間違えたんです。僕の本当の目的はナビさんの方で。ナビ？私？ナビをどうするつもりだったの？あの、コンピューターのプログラムの勉強をしてて、オルカにすごく興味があって、特に試作品のナビさんに。あっちゃ、こいつあれよきっと。ほら、コンピューターとか美少女とか好きなやつ。なんて言ったっけ？メカオタクですか？そう、それそれ。やった、僕そんなやつに見られちゃったわけ。違いますってば。本当にすいません。ごめんなさい。許してください。どうするね、言ってることが本当でも窃盗未遂だよ。でも警察っていうのはちょっとかわいそうかな。だってさ、まあ今回は名前と住所を記録しておくにとどめておきますか。ナビ。はい、元くん。横浜港北区のタミヤ真嗣、18歳、蟹座の大型ですね。今度やったらどうなるか分かってるでしょうね。はい、本当にごめんなさい。拍手。そんな格好でいたら風邪ひくよ。ところで、元子はどうしたの？こんな時間に。カンナと一緒に陣中見舞いに来たのよ。ああ、そうそう。ほら、メイの好きなナポレオンパイ。サンキュー。で、カンナは？メイ、元子。大変、大変よ。カメラ切り替えろ、早く。ダメです、カメラ動きません。CM、 じゃあ CM に行け。はい。いや、やめて、待って、ダメ。いや、こんな、すいません。なんとかならんのか。なんだ、どうした。わかりません、すべての機械が操作不能です。ライブ音は視聴率30近くいくのよ。なんとかならないのこれ。あの子たち、かわいそう。紹介いたしましたが、あの神秘のベールに包まれた知性派タレント純田遥香さんの熱愛写真は、昨夜私どもの番組宛に突然何者かによって送られてまいりました。送り主は今のところ全く不明ではありますが、私どもではこの写真の遥香さん、見た、どうしよう、どうしよう。だって昨日といい、今日といい、何が起こってるの。